こんにちは田中雅です、えー、私ですねフリーランスで構成、えー、作家リサーチャーライター翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしている、えー、ニュースであるとか、えー、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日取り上げたいトピックが「えー、ミッドライフ・クライシス」。 えー、中年の危機について、えー、ちょっとお話しさせていただければなと、えー、思っております、えー、この言葉初めて聞いた方、えー、いらっしゃるかと思うんですけれどもで実はこれあのまあ僕も最近というか数年前に初めて知った言葉で実はこの、えー、中年の危機ミッドライフ・クライシスっていうのがありましてまああのウィキペディアさんによると あのまあ、40代、えー、50代ぐらいの、えー、方々が、まああの、成熟したあの、まあえー、社会であるとか、えー、精神であるとかそういった立場にいる中で、あのまあえー、自己のアイデンティティを、えー、失う、まあ、あの中年期って若い、えー、若者世代から、えーまあ えー、老人というか、あの、早年期に迎えるまでの間の世代なんで、まあ、その間で、その、アイデンティティであるとか、まあ、あまりちょっとこの言葉好きじゃないんですけど、自己肯定感的なものっていうのが失われていったりとか、で、それによって、あの、まあ、心理的に、えー、悩んでしまうとか、えー、まあ、まあ、簡単に言うと、その自己喪失ですよね。えー、そういった、あの、不安定な状況に陥りやすいっていうのが、 あの40代50代の、えーまあ、特に40代と言われてるんですけれどもで、あのーまあ、だいたいそういう状況に訪れるのがその、まあ、今言ったように40代の方々だということなんですけれどもで私も今実際に、えー、40歳を今年の8月に迎えて40代に突入したんですけれどもでこの、まあ、中年の危機、えー、ミッドライフ・クライシスっていうものに、えー、なかなかその。 これから訪れるんじゃないかと思っていまして、もし知らなかった方、これちょっと肝に銘じておいた方がいいかなと思っていて、40代ってまあ僕本,に本で読んだところだし、僕自身も今40歳になったばかりなんで全然実感はないんですけれども、今すっごい幸せな方いらっしゃるかもしれないですけれども、 なんで、ちょっとこれを言うのはあれかもしれませんが、40代って一番辛い時期らしいです。あのー、なぜそうなるのかっていうと、やっぱり、その、えー、人によっては親の介護とかが始まったりとか、あのー、周りにであの亡くなられる方が出てくると、えー、友人とか、もしかしたらご両親とか、えー、祖父母とか、えーどえー、亡くなっていくっていう方もいらっしゃると、周りに。で あのまあ、生活の方を見渡してみると、まあ、それ以外にも、まあ、人によってはその、えー、リストラにあってしまったりであるとか、えーまああのーまあ、大体結婚10年とか15年とか過ぎてくると、やっぱりその、あのーまあ、離婚とかになってしまう方も、えー、今までのすれ違いが重なって離婚とかになってしまう方もいらっしゃるかもしれないですし、えー、他にもその、えー、例えば、 お子様がいらっしゃる方、お子様が大きく、ある程度大きくなられて、思春期を迎えられて、自分の手から離れたというか、なんか、特に父親とかそう思うかもしれないですけれども、お父さんとか、なんかこう、自分に寄りつかなくなってきたとか、煙たがられるとか、よくあることだと思うんですけどもね、僕自身もそうでしたし、10代の頃って。 でお母さんだったら、まあえーまあ、反抗的な態度を取るようになってきたとか、えーでまあ、仕事でもなかなかその、まあ、出世されてる方もいらっしゃると思うんですけど出世したら下でやっぱりその自分が20代30代の頃と比べてこう前に出て、えー、点を取りに行くというかフォワード的な役割をしなくなることもあると思うんで、まあ、やっぱり管理職ポジションってあれですよね、あのーまあ、自分で責任も重大だし。 かといってその部下は自分の思い通りに動いてくれるわけではないしかといって自分はそのやっぱり回していくっていう立場なんで自分がやればできることだけど回していくっていうようなあえて任せて回していくだけど機能しないその結果そのあ,のあまり評価されなくってっていうようなことで自己喪失になっていくあれ本当は自分で人生で何がしたかったんだろうこんなはずじゃなかったとか。 別にそれは既婚であれ独身であれどっちも訪れるそうですしあの男女えだ、えー、男性であれ女性であれどちらにも訪れるというような、えー、ことらしいんですけれども、えー、なんでそのやっぱミッドライフ・クライシスっていうのはあるらしくってやっぱり実際にあまりその、えー、明確な定義づけがされてるわけではないんですよ心理学ではもともとユングとかが研究してるらしいんですねこの、まあ、人生の後半における、えー、成人式 ののところに着目してまあると40歳,は、まあ、40歳にか、えー、まあだから人生の正午だからあの、まあ、つまりその、まあ、ユングが言ってるかどうかは別にしてその40歳45歳とか、えー、この頃にはあのまあえー、あれですよねもっと他に自分にできることじゃないあるんじゃないかってなんか第二の青春みたいな。 形にななるとということなんです例えば10代とかの頃ってもう可能性に満ち溢れてたじゃないですか。えーこうえー、自分は将来こうなりたいとか20代前半とか大学出たらこれをやっていきたいとか、えー、海外移住して頑張りたいとか、えー、なんかこういう人と結婚してこんな幸せを築きたいとか起業してめちゃめちゃ金持ちになりたいとか、えー、まあそう思ったけどなかなかうまく現実はそういかずでそのまま20代30代と過ごしてきて。 で、えー、ふっと落ちえ40代になってちょっと時間に余裕ができるかのもあるかもしれないですよね。ま余裕がない人もいるかもしれないんですけれども、えー、見渡してみたら自分の立ち位置って思い描いていた昔の姿とは違ってだけどその人生はもう時間も不可逆ですし流れていくものだからもうどうすることもできないけれどもなんか自分もまだできるんじゃないか、まあ、10代の頃とは違うなんか希望に満ちあふれていた感じじゃなくて焦燥感にあふれているようなちょっとなんか。 暗い感じのこう青春みたいな感じが訪れるのが多分、ミッドライフクライス、40代の特徴だと思うんです。なので、ここで、このまま行くか、それともまた別の人生を生み出すかみたいなことに悩み出すのが40代で、それがまあミッドライフクライスって言われてるらしいんですね。 えー、そうですよね、えー。僕自身はあまり正直実感はしたことないんですけれども、今の段階では。なんで、あの今、ジャストな、ジャストナウ、ジャストナウ、えー、たった今の段階だとあの30代よりも全然充実はしているんですよね。むしろ僕30代の頃が、本当に特に前半でしたっけ、えー、ぜでしたっけって言ってますけど、<laughs> 前半が えー、結構つら、えー、かったなと思います、えー。本当になんか、以前もちょろっとお話ししたかもしれないですけども、えー、仕事に悩んで、えー、一度仕事を全部引き上げて、えー、受けていた仕事を、まあまあ、僕、フリーランスでやってたんですけど、ずっと若い頃から、えー。それでまあ、アルバイトとかするようになっちゃって、で、実家に、お金も全然入らなくなって、実家に帰らざるを得なくなってっていうのがもう30代前半でドドドーンと訪れて、えー、それでまあ、 まああの幸い、お金に苦労したわけじゃないんですけどね、実家にいたので。あんまりそのえーこうお金使う趣味をもともと持ってなかったから、別に良かったんですけれども、そういうことではなくて、ああ周りとのギャップであるとか、僕、それなりの大学、おかげさまで出させていただいたんで、周りに比べてみると、やっぱりそのえいい企業で働いている方とか。 企業で働いてなかったとしてもなんかこうフリーランスでいい感じに働いてる方とか起業されてる方もいらっしゃったんでえそういったのに悩んだりもしたからまあそれが一番つらかったといえばつらかったかもしれないですね30代前半でもし40代に今もしかしたら僕今すごい楽観的に捉えちゃってますけどえこれからもっとこれより一番辛い年代って言われてるらしいんでやっぱりその40代ってこれよりもっと辛いのが来るのかというふうにまあすごい戦々恐々と。 逆感的に思いなががらも戦々恐々としてる部分がありますあの本当に結構まあすごい楽しかったら楽しかったんですけれどもまあ辛いといえば辛かったので、うんえー、それよりも辛い状況が来るのかなと思うとちょっとあの怖いなっていう思う部分もあるんですけれどもなんであの今40代になられた方、えー、これから40代になろうとされている30代後半の方今ちょっとあの人生すごく楽しく見えるかもしれないですけど僕みたいに。 何というか人生の期待値をこの10年は下げておいた方がいいんじゃないかなと思います。何を言ってるのかというと、やっぱりそのこれから10年変に期待を上げておくと、あのいざ辛いこと出来事が起きた時にあのすごいメンタル的に持つのかどうかっていう部分がえすごい気になるんですよね。 やっぱりその10代とか20代を訪れるつ辛さと全然違うと思うんですよ。40代訪れる辛さって、なんかもうやり直しの効かないような辛さ。さ。例えば10代、20代とかだったらまあ失恋しましたとか、大学受験に落ちましたとか、それはそれで辛いのかもしれないですけれどもま、ま失恋とかだったらまた別に新たな恋人が作ればいいだけですし、大学受験落ちましたって言っても、その後でいろいろ挽回できるっていうのは多分40代になったら皆さん分かると思うんですよあ。あの時の、あの時失敗したけども。 全然挽回できたなとか、別にそんな第一規模の大学じゃなくても全然良かったら今思えばとか思うじゃないですか。別に高校でも大学でもどっちでもいいんですけども。<laughs> えー、だけど10 20、40代とかになってくる辛さってやっぱりあの先ほど申し上げたの死別であったりとか、えー、離婚であったりとか、リストラであったりとか、例えばそのこれからあの今投資されてる方とか、えー、経済がいきなり暴落が起きて、自分の資産がまあ 1,000万例えばあったのが500万になっちゃったとか400万になっちゃったとかそれはみんな経験することなんでみんなも一緒に巻き込まれるからあなた一人じゃないんですけれどもあのそういったことになってしまってえーでえーまあかといってなんか妻からは別れた妻からはその医,者医者料じゃないですけれどもあの養育費を請求されてるしみたいなえそういうようなことになってしまったりとかえあると思うんですよ。 あると思うとないな,なかったらない方がいいんですけれどもそういうのが重なってくると思うんですね親が亡くなったりとかやっぱりそうやってや結構やり直しするのに10代とか20代の頃と比べてすごい大変だから、えー、もう帰ってこないこともあるし、えー、だからやっぱりそのまあ最悪その、えーまあ、単純に例えればまあ例えば自分は今1000万3がありますそれがゼロになりますぐらいの えー、最悪な想定っていうのを、えー、この10年はしといた方がいいんじゃないかなと思います。えー、すごいた簡単な例えをしましたけれどもなんかあらゆる辛いことが、えー、こう自分に降りかかってくるんじゃないかと死、えーえー、別であったり、えー、離別であったり離婚であったり、えー、別に結婚でもいいですよ結婚してもなんかこうつ、えー、い人は辛いと思うんで、あのー、そういったことがあったりとか。 えー、こういうような不慮の事故に自分自身が見舞われたりとか、えー、そういうようなことが起きるかもしれない起きるかもしれないし、えー、だけだけれども、えーまあ、そう思っておけばあのー、最悪の想定にその備えた行動ができると思うんですよ。例えば、えー、今のうちにちょ,っとちょっとでもお金を稼いでおこうとか。 えーえー、そうななんか、えー、奥さんと仲良くしていこうとか <laughs>、えーあのー、こうお世話になった人にはいろいろ返しておこうとか,なんかそういった行動がこう自分がこう落ちかけた時に備えてできると思うんでそれをやっておくことによって何て言うかその。 そう心構え、やっておくというよりも心構えでいることによってちょっと最悪のことが起きるかもしれない、不幸な人生になるかもしれない、不幸な10年になるかもしれないと思っておくことによって、何というか、それがいざ来たときに、あこんなもんかって思えるかもしれないし、それが、あその、それが基礎になったときに、あ想定よりは良いなと、最悪の想定よりは良いなと。 1,000万暴落しましたけれどもロになると思ってます100万ぐらいになると思ってますあ500万残ってますみたいなそういうようなことになったりするかもしれないしリストラされるかもしれないと思ったけど移動で済んだとかんかそういうようなことに最悪の想定をしておけばあ今よりあの想定よりは辛くないなっていうようなことが起きることになって少しは 自分のメンタルが保たれるんじゃないかなと思っていますしやっぱりこの年代になってくると何というかその生き方とか決まってくると思うんで自分が何が好きなのか自分が何がしたいのかとか何を教える時は楽しいのか不快なのかっていうのが分かってくると思うからそういったその快不快の中にを快不快を決めて決めてっていうかなんかこう自分の中に定着させてその小さな物事に対してちょっと喜びを見いだしていくっていうのが。 いい、えー、いいんじゃないかなかと思います、えー、例えば今日は、えー、娘と、えー、10分話せたとか何でもいいと思うんですよ。えー、なんかこう今週は仕事が忙しくなくて、えー、どっか遊び行く時間ができたとか、えー、今日は一人でゆっくり本を読む時間ができたとかなんかそんなんだ全然いいと思うんで何、あのー、て言うか心の中にちょっとした喜びっていうのを、えー、見いだしていくと。 いいんじゃないかなと思い,ますなんというか、まあ、40代でバリバリ働くというか自分が会社のエースみたいになるのもいいとは思うんですけどどちらかっていうとやっぱりそのポジション的にあのなんかサッカーで例えるとボランチみたいな、えー、ポジションになってくるのが多分40代って働き方としてやっぱりそのいいかなと僕は思ってるんですよ。まあ、その分その前に出る機会が少なくなくって えちょっとそこら辺でちょっと自分の手を離れても会社が動いちゃってるみたいな部分で悩むことはあるかもしれないですけどそれはそれであ,のあなたが認められてるっていうことだと思うからえそのポジションで存分にえなんかこう頭の中を切り替えてえーやっていくっていうふうにえ全然えやっていくといいと思うしなんか仕事以外にもなんか見出せしてるといいですよねなんか面白いことえ何でもいいんですけどなんか勉強するであるとか語学を勉強するであるとか。 新たな趣味を見つけけるとかででもも、いいんですけれどもそうやっていくことでなんかこう大げさな例えばもう爆地に出るようなことしなくても40代になってその会社辞めて起業しますとか、えー、そんなことしなくてもなんかえこう自分らしい10年間を歩んでいけるんじゃないかなと思うしなんか辛い中でも楽しいというか最悪、えー、の想定さえしておけば意外と楽しい40代だったじゃんって思えるかもしれないと、えー、僕自身は えー、思っておりますでちなみに、あのー、40代50代になってくるとなんか、えー、やっぱり体力の低下とかも自覚しますし完全に自覚するし、えー、それにアダプトしていこうっていうようなあマインドになってくるので、えー、逆にそのいろんな40代で辛さを経験した分だけ50代以降はなんか、えー、あらゆることを受け入れてなんか徐々に、えー、やっぱりまた幸福度が上がっていくらしいですね。まあ、60代以降はちょっと分かんないですけども 50代は、まあ、多分辛いことをたくさん経験した人は、えー、それほど多分、えー、50代って結構辛い、あの、えー、幸せになってくるんじゃないかなっていう部分もあるので、まあ、その分だけ、あえてその辛い状況っていうのを飛び込んでみるっていうのもいいかもしれないですよね。僕自身はやりませんけど、そんなことは。<laughs> ということで、ミッドライフクライシスについて語らせていただいたんですけれども、もし40代の方とかいらっしゃいましたら、ぜひとも、なんか今こんな状況だとか、50代以上の方もいらっしゃいましたら、こんな感じだった、自分の40代こんな感じだったとか、もし教えていただけたら、とても私としては知識がつくんで助かります。心構えにもなりますので。 えー、この動画ご覧いただきましてありがとうございました。えー、もしこの動画を良いと思った方は、えー、高評価ならびにグッドボタンの方、えー、よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。